いらっしゃいませ。ちょっとお友達にお祝いで花束を贈りたいと思ってるんですけど、なんかこう今おすすめ、こういったワックスフラワーなんかすごい一本からピンクと白の花が咲いて可愛いですけど、おすすめしてますけど。可愛いですね。これ使うんだったら、あとどういったものがおすすめですか？あとはこういったちょっとフリンジのトルコキキョウなんか一緒に合わせていただけたら可愛くできると思いますけど、お店来るとすごいわーって気持ちがこう華やぎますけど、はい、結構こう可愛いお花たくさん置いてるな、なんか可愛かったり、珍しいお花が多いなっていう印象があるんですけれども、まあちょっと。仲卸さんとか仲良くさせてもらって、いろんなものを集めやすいようにはさせてもらってます。これとか初めて見ました。あ、そうですか。これは外国からのお花も結構最近は多いので、バラではない。バラではないですね。はい。何ですか？これはリューカデンドロンっていうやつなんですけど、開くんですか？これ開かないですね。そのまま。これはつぼみがそのままで終わってしまいます。なんかこのトルコキキョウも可愛いですね。最近はそういったフリフリのやつがやっぱり多いんで。フリフリいいですね。ピンクションも可愛い。今時期的に外国のお花結構多いですかね。日本は産地が切り替わる時期なんで。